この時間はユベントス対チェゼーナ、こちらをご覧いただきます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。この選手は今とてもコンディションがいいと監督もコメントしていた通り、最近は著しく成長している様子が、北澤さん、我々にも分かりますよね。そうですね、ここから数試合で間違いなく伸びる選手だと思いますね。監督はそのチャンスを見極めて、はい、しっかり潰さないようにしてあげることがとても大切ですよね。そうですね、今日4-3-3のシステムで来ているんですが、北澤さん、まあこれアンカーをどこに置くのかということになろうかと思うんですが、これどうご覧になりますか。そうですね、アンカーがどちらかというとセンターバックの間に降りたりとか、はい、まあ、その理由というのはもう攻撃的に行きたいということですよね。そこのポイントになるのはサイドバックに当たれるということですね、はい、サイドバックが高い位置にとってそこにポイントが作れるとサイドからの攻撃が始められるということになりますよね。なるほど、まあでも結構これアンカーに負担がかかりますね。そうですね、チームが進んでいる方向と逆に進まなければいけない、下がらなければいけないというところがありますから、はい、ここはちゃんと安定感を保てないと厳しくなりますからね、はい、前半ゲームはスタートしています。セリエ A 第16節、ユベントス対チェゼーナ。ロナウド、一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。いや、ポジショニングセンスが光りましたよね。セカンドボールをしっかり予想できてましたからね。自分が今いる位置が外れてないとここまで落ち着いて流し込めませんからね。見事ですね。クリスティアーノ・ロナウド、今シーズンの4ゴール目です。ユベントス、今日先制はこの早い時間でした。いや、主導権を握る上で非常にいい時間帯に先制できましたよね、立ち上がりのゲームを作る上できっかけになる大きなゴールと言えますよね。素晴らしいですね。スペースを狙った、来たか、クリスティアーノ・ロナウドに当たる。クリスティアーノ・ロナウド、ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、基本になるような見事なカウンターアタックでしたね。クリスティアーノ・ロナウド、今日2点目です。ユベントス、さらに1点を追加し2-0としています。立て続けですからね、持ってきていると言えるんじゃないでしょうかね、はい、裏を狙っていきます。このパスを防ぎます。ギャニッチ、マトゥイディ、チェゼーナ。最近のアウェー戦5試合を見てみますと負けたことがなく敵地での強さを見せている印象です。ギャニッチ、ロングフィードで狙う、ベルナルデスキ、いい展開ですね。お、いい形ですよ。ファーサイドへのボール、頭にピンポイントで合わせたんですがここは決まりません。サイド崩されましたよね、突破されて中央も守りきれてないですよね。今のラビオ、
ユベントスは先ほどから見ていてクロスでチャンスを作ろうとしているようですね。そうですね、サイドで起点を作ってクロスという形を意識しているみたいですよね、うん、まあクロスを上げる選手と合わせる選手の意図が合ってくると、はい、こういったシンプルな攻撃も強力になってきますからね。なるほど、闇雲に中に放り込むだけではないということですね。もちろんそうですよね、うん、チームによってはクロスからの攻撃をピックアップしてわざわざ練習するところもあるくらいですから、はい、それくらい出し手と受け手のイメージの共有が求められるパターンですね。なるほど、以心伝心ってことですね。そうですね。ボールが迫る。さあカウンタースピードを上げたいところ。まあ、トゥイディからデュバラ。裏へ出るか。いいボールでしょ。クリスチャーノ・ロナウド。ここで丁寧にボールを扱う。裏のスペースを狙う。カウンターを仕掛けていきます。裏へ届くか。フリーで受ける。シュート。決めている。決めたチェゼーナ。さあこのゴールであと1点というところまで来ました。アルカス、キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。おそらくセカンドボールを予想してのポジショニングでしたよね。落ち着いていい位置に詰めてましたよね。アルカス、これがシーズン6ゴール目になりました。さあチェゼーナ、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。ロングボールを入れてきます。マテュイディ、マテュイディからデュバラ。トルーズボール。チェゼーナとしてはここで傷口をこれ以上広げないことですよね。まだ前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でもないですからね。さあ繋がるか。ああいい展開ですね。上げてくる。ピャニッチ、アレックス・サンドロ、マトゥイディ、ピャニッチ、大きく縦へ。前半32分を回りました。ボール入るか。キャッスルダイン、キャッスルダインからアルカス、ラビオ、ラビオから大きく縦へ。裏へのスルーパス。フリーだ。さあどこに出してくる。フルト。これはいいセーブでしたね。まさに最後の砦ですね。チェゼーナ、この残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくても攻めていい形を作って後半につなげていきたいでしょうね。マテュイディ、ボヌッチ、デシッリオ、デシッリオからベルナルデスキ、スルーパスを狙う。いいボールだ。このボールはベルナルデスキ、ね、クロスを選択。これを拾いたいチェゼーナ。キャッスルダイン、このボールはつながりません。ボヌッチ。ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。前半を終え2対1。しかし北澤さん、
お互いに点を取り合うという前半から息のつかせない展開となりましたね。いや盛り上がりましたね。ですが今は身内ですから次の1点が重要になってきますよ。どちらが決めるかで状況が大きく変わってきますからね。チェゼーナとしては必死で1点を取りに来ると思いますから、その辺にも注目ですよね。セリエ A 第16節イベントス対チェゼーナ、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。さあ後半スタート。チェゼーナとしては早めにペースを掴んでいくためにもこの立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね。そうですね。マテュイディいい突破ですね。クリスティアノ・ロナウドに渡る。おっとアレックス・サンドロからクリスティアノ・ロナウド、ジャスルダイン危ないシーンでしたがここはクリアの対応。マトゥイディ、ラビオ、スター、これはダニエル・ルガーニ、マトゥイディロングフィードで狙う。さあコーナーキックユベントス。ここはキーパー処理しました。ラビオ、ダニエル・ルガーニ、チェゼーナ、現在このセカンドハーフ立ち上がりをビハインドという形で戦っています。まあまずは入り方で主導権を握ることが大事になりますよね。あとはもうこれ以上失点しないことを意識しなければいけませんよね。とこれはつながりません。ボールのこのパス、どうだ、まあ、トゥイディからのパスは通りませんでした。ここはすぐ奪い返します。チェゼーナ裏を狙う、このボールに触ります。フェデリコ・バルベルデ、チェゼーナとしてはちょっとボールを回されているので積極的にプレスをかける方がリズムができると思いますけどね。ダニエル・ルガーニ、スルーパス、デシッリョ、ダニエル・ルガーニ、デシッリョ、ラビオ、激しいボールの奪い合いです。フェデリコ・バルベルデ、これはファールです。ロナウドへ、自分で行く、ギャニッチ、ラビオ、ふわっとしたボール、いやー少しいい形になりかけたんですけどもね。カールセン、裏のスペースを狙う、チェゼーナ奪い返します。ユベントスはここでベンチが動きます。マテュイディ、危険なプレーのようにも取れましたが笛はありません。チェゼーナメンバーチェンジをします。さあチェゼーナ、同時に2人の選手が入れ替わります。アルベルデから長いボール縦へ、ラビオ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。
ラビオがここはファールを取られます。サンド危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。ドーグラス・コスタスルーパスを出す。裏へのスルーパス、この位置で受ける。デミラルからクロスボール、クリア。このピンチをなんとか出します。中へのクロス、ダニエル・ルガン、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。プレッシャー、ルーズになる。スペースを狙う、どうだ。イベントス、ここは大きくクリア。危険なシーンでした。どうだ、クリア。このピンチをなんとか出します。さあシュート、ユベントスはあわやというシーンでしたがここはしのぎます。クリアです。ギャニッチ、裏を狙っていきます。来たか。さあカウンターのチャンスになります。抜けてくる、どうする、抜けてくる。チェゼーナ勝ち点にこだわってきましたが敗れてしまいました。しかし首位はキープ。さあ試合が終わりました。いや派手なゲーム展開でしたね。1点取られたら2点取り返してやろうっていうようなサッカーをお互いがやり続けてましたから、またこういう試合を見たいですね。はい、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時が来ました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。セリエ A 第16節、チェゼーナ追い上げを見せたものの届かず2対1で敗れています。